質問3中長期な脆弱性対策としてこちら、標語中の河川1、2の各対策に該当する項目というところを問われています。まず、こちら、はじめの1の部分ですね。この1の部分、社外に関連する組織から脆弱性情報を入手して活用するというところで、 市販のソフトウェアの脆弱性情報を入手する方法というところが問われています。結局、この脆弱性情報をどう手に入れるかというところで、この中の選択肢で最も当てはまるのが、こちらですね。公開されている脆弱性情報、データベースを確認する。 とというところが答えになります他は脆弱性情報の入手については書かれてませんので選択肢から外れます。そしてもう一つは下線2になります。下線2は社外に委託して開発する自社ソフトウェアとしてソフトウェア開発の委託先企業のセキュリティ対策の実施状況を確認するであります。 ですので、こちら、ヒントとしては、委託先というところになりますので、自社基準ではない、自社ではないというところに注意してください。なので、委託先企業なので、対応、内容を、脆弱性のセキュリティ対策の内容を確認して、その対策をしてもらうというところになります。 この中で最もそのしてもらう対策と確認という観点でやってもらうというところはこちらですね実施すべきセキュリティ対策を定めて定期的にこちらから確認するというところでうが答えになりますで、設問3の括弧に兵語中の 下線3について、こちら下線3について、ソフトウェア規格設計段階からセキュリティ機能を組み込むように、セキュリティの専門家を参加させるというところで、こちら、表三の交番税者3で指摘された脆弱性への対策として、ソフトウェア規格設計段階からセキュリティの専門家を参加させる狙いとあります。 こちら、脆弱性3として、ウェブサーバーソフトウェアの設定を変更して、脆弱な暗号化通信方式を使用禁止にするとあります。このヒントとしては、脆弱な暗号化方式というところになります。この脆弱な暗号化方式というところが、どういうものかというところですね。この脆弱な暗号化方式というところは、 解読方法がすでに暗号化してるけど複合できてしまう。何らかの方法でもう複合できますよというところで解読方法がもう知れ渡ってしまうというところでそのもう複合できてしまうというところを鍵の期待化とか言います。ですので答えは期待化していない暗号化 通信方式を利用するためとというところが答えになりま,すまた逆にこれ,これは IPA の模範回答なんですけど、まあ、暗号強度が高い暗号化方式を早い段階で採用し手戻りを防ぐというところこれまあ30日以内でまとめればこれでも正解になりますですので期待、まあ、化していないイコール 暗号強度が高いというところに着目して、どちらかの答えを書くと正解になると思ってください。こちら、ちょっと難しい問題になります。